どうも、こまちです。見てください、これほーらー、いきますよ。ほーらー、全部でレア甲虫100匹です。夏の虫祭りってことで、これまで3本動画を出してきました。概要欄に動画のリンクを貼っておりますので、よかったら見てやってくださいね。で、今回は第4弾ということで、これらレア甲虫100匹をですね、デックスに売ったらなんぼになるんかな。さしずめわしは虫転がしか。まあまあ、てなわけでね、今日は虫捕り大会の日なので、ご覧の通りデックスもなんだかアタッシュケースを下げてましたよ。ってことで、早速レア甲虫を売っていきたいと思うんですけれども、その前にたぬき商店で売った場合の価格も知っておきたいので、これから見てきます。さてさて、おいくら万円になりますかの。おはんよ。来ましたよ。スマホが鳴っている。誰やね。はいはい、つぶきち、昨日預けた100匹のお値段は79万8400ベル、ってことですね。了解でございます。それではレックスに行ってみましょう。はい、ということで、ゾウカブト4匹、細赤クワガタ8匹、ゴライアスオオツノハナムグリ8匹の純レアセットですね。まあまあな金額になると思いますよ。24万ベル、すごいね。続きましては激レアセットです。プラチナコガネ9匹のオオクワガタ19匹、コーカサスオオカブト10匹のゾウカブト2匹です。いよいよ店売り1万ベルの虫が出てまいりましたね。56万4000ベル、50万ベル超えてきましたね。さあ、ラストは極レアセットです。ヘラクレスオオカブト7匹、ギラファノコギリクワガタ11匹の黄金オニクワガタ13匹からのプラチナコガネ9匹になります。せやで、ここのセリフよ。おお、69万3000ベル、素晴らしい。まあまあ、焦んなや、もうちょい撮影残っとんね。てなわけでね、ちょっと虫捕り大会に精を出しすぎましたよ。改めまして、合計してみましょう。レアさん24万ベル、激レアさん56万4000ベル、極レアさん69万3000ベル、ってことで合計149万7000ベル。うん、そうか、そうなのか。あのね、この100匹捕まえるのにめちゃくちゃ時間かかってるんですよね。ヘラクレスなんてもうすんごい苦労ですよ。まあ、なのでいい金策にはなりませんが、一回こういうのをやってみたかったんですよね。まあ、夏の虫祭りっていうことでね、いろいろ、なんや、めっちゃ見てくるやん、羽毛布団にするで。ただいま。あれ、あんまり餌食べてないな。どうしたん、昨日涼しいとこに潜っとったやんな。威嚇せんが、じっとしてから外で遊ぶ。あついに来たか。